足の拳を。徳川殿、わしも待っていた。
いや、恐れていたというべき。悩み、苦しみ、嘆き、時期にもなり、それでもこの雪村、進むことを選択いたした。真田、お前の胸に虎の魂が輝いて見える。親方様、この雪村をお守りくだされ。そしてどうか親方様の帽子を貫き通す力を。わしが恐れるのは真田自身か、それとも信玄公か。いや、恐れてはならない。同じ死を仰ぐ者同士として来い。武田を継いだ大国だよ。いざ徳川殿、この赤き翼をご覧あれ。もう怖くはない。今ここに貝の虎が2頭いる。言葉があるなら伝え。
耐え切れ。わしが全て引く。わしが北条を背負っておるんじゃ。さてと、家康に会いに行くか。この小次郎も、それが最も冷静な手段であると賛同いたしましょう。独眼竜は頼りになる男だ。三成に勝つには、この同盟が要となるだろう。みんな、よろしく頼んだぞ。独眼竜、それが徳川家康。話を聞きに来た。ようやくの女か。遅刻が過ぎるぜ。三成とは天下分け目でぶつかるだ。その前にお前が決心してくれてよかった。独眼竜、お前が仲間になってくれたらこんなに力強いことはない。まあ待ちな。こっちにも条件があるね。それがダメならあんたを潰すまで。聞こう、独眼竜。
忘れてない。本当だ。世直しの踊りでも踊るだか。早めに逃げた方が賢明だと忠告しておくぞ。オラの神速を見せてやるな。命はいつか土に帰るもの。これで争いは終わりだ。さあ手を取ろう。商談。
争いは終わりだ。さあ手を取ろう。わしの体に傷つけるといい。
などそれに足らん。好きやるわ。その信念、わしの元まで届かせてみろ。是非もなし。望むは我が果て。言葉があるなら伝え切れ。わしが全て聞く。であるか、少子。お前は何に怯えている。うちのことが。南であるか、少子。困ったらまず笑えばいい。難しくはないさ。天地の在りかが何ぞある。どうまで響いてきたぞ。我行くは歯の道、天下に功を敷くのだ。やはりお前を止めるべきはわしのようだ。天下我は不可能。
この手でお前を。ようやくだ、ようやく貴様を切り刻める。そうだ、つまりお前はわしを憎んでいる。殺したいほどやっさ、貴様の卑怯な行いを忘れはしない。あの日私は死んだ。秀吉様と共に貴様に殺されたのだ。秀吉様。やす、私と同じ気持ちを味合わせてから醜く切り刻んでやるぞ。は絶対に負けられない。絶対に。挑戦者乱入。俺様。東の徳川家康、いざ参る。バトル者認定戦達成。押し寄せてきたか。わしを曇らせてみろ。わしは人なろう。夜をも癒せる人なろう。今日の桶狭間は大変な人でよの。東だけではない、西までも照らしに行くぞ。何事っておじゃ。なんじゃあやつらは。お前にも見てほしいな、わしが起こす時代を。シュッ。とにかく敵を倒すのじゃ。いつでも降伏は受け入れる。命を捨てるな。厄介なことになったでおじゃるよ。君のその向こうへ。なんで、なんでいきなり邪魔が入るでおじゃるか。わしとでも笑わない。絶対に。もしかしてマロは劣勢王者。大切にするよ、新たな絆を。後方に座するだけのわしはもういない。そんな嘘っぱちには騙されないでおじゃ。誰よりも見続けてきたのだ、英雄たちの背中を。貴重なお城してくるぞよ。これまでに
スは忘れてない。本当だ。はて、何のためにここに来たでおじゃ。極楽町。これで争いは終わりだ。さあ手を取ろう。これで争いは終わりだ。さあ手を取ろう。
手を取ろう。クリスタルアーハンドの